今夜のプカトロニック TV は KEI さんに来ていただきました。イエーイ、お疲れでした。ありがとうございました。お疲れでした、お疲れでした。本当ざっくりざっくり言って、うん、とても素晴らしいベースミュージックミックスだったと思うんですけれども、はい、どういうこう今日はコンセプトで持ってきたんですか。自分のここら辺のにだってなんかあ気持ちいいみたいなやつを今年1年 DJ やってきた中で選ばせてもらって、なるほど、やった感じですかね。おー、いいっすね。グローバルベースっていう感じでやりました。はい、はいはい、確かにこういろんなねタイプのベースミュージックと BPM チェンジとすごくいろいろあってね、しっかりとまとまりがあってすごい聴きやすいミックスでした。1曲だけジュークフットワークとか、1曲だけバイレファンキとか、別にアメリカもそうだし、北半球もちろんヨーロッパのダンスホールもとかも好きなんですけど、南半球みたいなところは赤道直下みたいな感じとか、うん、民族音楽の原稿のダンスミュージックみたいなところでかなと思います。はい、はい、皆さんぜひねアーカイブの方をチェックしてみていただきたいと思うんですけれどもリアルで DJ 見に行きたい人どちら行ったらよろしいでしょうか。近々では2月11日に虎の子食堂で文化服装学院の19歳のユニ君とユータ君と一緒にパーティーやるんですよ。なるほど。なんかもうシンゲリセットやるから飽きなよって言ったらもう来てくれたりとか、うん、4連チャンぐらいで自分で DJ 来てくれてた子たちが、うん、箱紹介してくださいとか言われて虎の子を紹介してK 君も出てくれるんだったらいいよって言ってくれて、うん、ああじゃあやりますで、ボノボのカオルちゃんとエイテイちゃんと、うん、ヤーマンのやってるトライバルコネクションの、うんうん、はるちゃん女子3人ゲストで呼んでるやつがあります。であとは7月の海の日とアレハンドロ毎年やってたんですけどコロナ禍でやってなかったところ、うん、まあレギュラーは LKO と僕と一太郎がやってるやつもあります、うん、あとはこれにも出てた、うん、睡眠ちゃんとレギュラーをやってる毎月第3水曜のデブリはいつでも来てください。ぜひね皆さんスケジュールチェックして、はい、ぜひぜひ KEI さんに会いに行ってしっかりとこうグローバルベースを生身の体に食らってください。よろしくお願いします。じゃあ今夜ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。